皆さんこんにちは、大津幸男です。飯綱書店の言語教育動画シリーズ、今回は石黒武人さんをゲストとしてお招きしました。ご存知の方も多いと思いますけれども、石黒武人さんは異文化コミュニケーション学がご専門で、現在立教大学の教授でいらっしゃいます。石山さん、こんにちは。こんにちは。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。実は石黒さんとは以前、ある大学で、同僚というかご一緒させていただいたことがあるんですけれども、まあ、いろんな事情であまり長くご一緒をすることができなかったんで、今日は石黒さんのご研究の内容とか、それから言語教育との関係とか、はい、いろいろとお話を聞かせて、いただきたいと思っています。よろしくお願いします。それで最初にまず石黒さんのご経歴というか、まあ、最終的には異文化コミュニケーション学に出会うわけですけども、はい、そのあたりまでのところを、もうご自由に語ってくださって結構ですので、はい、お聞かせいただけたら幸いです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、今ご紹介預かりました石黒と申します。専門分野は異文化コミュニケーション学という、まあ、1950年代からアメリカでこう発達してきた新しい学問分野です。まあ、扱うテーマとしては本当に多岐にわたっておりまして、文化、言語コミュニケーション、非言語コミュニケーションですね、アイデンティティ、知覚認知過程、これはステレオタイプとか偏見も含んでいます。あとカルチャーショックですね。あとは、対人コミュニケーション、集団組織のコミュニケーション、さらには、スピーチのような、公的なコミュニケーションで、現在の SNS などで話題になっているメディアのコミュニケーションですね。まあ、こういった多岐にわたる内容を扱っていきます。で、こういった中で私が専門にしているのは集団組織のコミュニケーションで、私は特に、今企業組織を中心に、多国籍な人々と一緒に働いている日本人のリーダーのコミュニケーションとその思考プロセスに興味を持って研究を進めています。なるほど、面白そうですね。はい、現実的な問題ですよね。はい、はい、そうですね。先生、今現実的とおっしゃったところ本当に重要で、実は異文化コミュニケーション学の成立過程が、その実際の社会の流れと大きく関わってまして、もともとアメリカで1950年代60年代に異文化コミュニケーション学が発展してきた理由はですね、やはりその時代にアメリカが世界に向けて、いろんな形で出ていこうとしていた時なんですよね。アメリカが世界の、創始国というような言い方で世界に出ていく時に、ビジネスの世界も軍事面でも、そして1950年代です。その時に、アメリカが日本とどう付き合っていくのか、その時にどういうふうに日本を理解して日本人とコミュニケーションを取ればいいのかと、そういったところも扱っていましたので、その時代の流れが異文化コミュニケーション学の成立に大きく関わってきたと。ですから、もっと言いますと、ビジネス社会などでは、どうやったら、異文化の人とコミュニケーションをうまく取ってビジネスを成立させるのかというような話を主に扱っていたので、まさに実用的というのが言えると思います。今のお話を伺っていると、文化人類学だなんていうものとも関係があるように思うんですけど、その成立の過程でやっぱりそういう結びつきみたいなものもあったわけですか。はい、もうおっしゃる通りでして、実は異文化コミュニケーションの、研究が盛んになったメッカというような場所がありまして、外国勤務研究所っていうのがアメリカに設立されました。でそこで実は異文化コミュニケーションに関わるさまざまな研究者を集めて、異文化コミュニケーションについて研究を進めていったんですが、その中にやはり文化人類学者のエドワード・T・ホールという人がいまして、でその方は初めて異文化コミュニケーションという言葉を使ったと言われているような人で、異文化コミュニケーションの祖と言われているエドワード・T・ホールが実は文化人類学者であるということで、まさに先生がおっしゃる通り、研究がこう成立した時点ですでにさまざまな学問分野の影響を受けて作られてきた、例えば言語学であるとか、文化人類学であるとか、心理学であるとか、社会学であるとか、そういったこう、
一般に言う学際的な研究分野であるということです。なるほど、面白いですね、はい、あのその学際性ということはね、あの今では、研究領域横断性みたいな言い方がされることもありますけど、はい、まあ後であの、ゆっくりとお話を、はい、聞かせていただくことにして、はい、で、石黒少年は、どうやってその異文化コミュニケーションに出会ったか、そのあたりのところちょっと教えてもらえますでしょうか。そうですね、うん、あの一番大きなきっかけは実はあの国際協力と国際援助にすごく興味を持ちまして、うん、アメリカの大学院で国際協力について学んでいたときに、うん、あのその中に、異文化コミュニケーションという科目がありまして、うん、その授業を取った段階で、国際協力であの現地の人のニーズに応えてちゃんとコミュニケーションを取れないと国際協力とか国際援助っていうものは成立しないというふうなことを思いまして、うん、異文化コミュニケーションを学ばなければいけないというふうに強く感じたんですね。面白かったのがその、ローカルなあの現地の人たちのニーズに応えるっていうことも重要なんですが、うんうん、そのニーズに応えるためにさまざまな援助団体が関わってるんですが、うん、その援助団体同士のコミュニケーションも実はうまくいかないことが多くて、そこにやはり文化的な差とか考え方の差とか立場性の差とか、うん、そういったものが、うん、ありました、うん、でもさらに面白かったのが、うん、国際協力について語っている授業なんですけども、うん、国際協力をしようという人たちの間でチームで、うん、5人から4人のチームでしたかね、仕事っていうか、まあ、プロジェクトをやっていくんですが、はいはい、その時に、国際協力っていうのを掲げてるんですが、うん、そのメンバー自体がうまくコミュニケーションを取れないというような状況がありまして、うん、あ、これはもう本当に異文化コミュニケーションというものをしっかりと学んで研究しないと、うん、まず国際協力なんて言ってられないし、社会のさまざまなものが異文化コミュニケーションと関連しているので、うんうん、これはぜひやりたいというふうに思いました。さらにちょっと時を遡っていきたいんですけど、はいはい、今の話でアメリカの大学で、はい、学んでられたということですよ、はい、そもそもアメリカに出かけていこうっていうのはどんなきっかけだったんですか。そうですね、実は国際協力に興味を持ってたもんですから、うん、海外青年協力隊に行こうと思って、はい、大学の指導教員に相談をしたら、石黒君もしよかったら、うん、先に大学院に行ってみたらどうだと、うん、まずこう視野を広げて語学力を高めて、うん、それからフィールドに出ても遅くはないよということを言われまして、うんうん、でそれで海外留学考えてなかったんですけども、はいはい、それでぜひじゃあやってみようということで、はい、アメリカ、イギリス、オーストラリア、さまざまな大学院を調べて、うん、自分がこう学びたいプログラムを探してですね、うん、それでアメリカに一つございましたのでそちらに行きました。年代的にはいつ頃なんですか、その話。はい、1996年ですね。なるほど、はい、なるほど。で、その日本で大学に行ってられた時は何を専門にされてるんですか。実は経済学で、はいはい、先生も経済学、経済学ですけど、私のはねマルクス経済学なんで、多分石黒さんが学ばれた経済学とはちょっと違うと思うんですよ。近代経済学ですよね。そうです、実は国際経済学という枠でくくられているもので、はいはい、でその中にやはりその経済発展っていううん、まあものが非常に重要なトピックになってまして、はいはいはい、そこで経済開発の理論などを学んでたんですけども、はい、ただ経済開発だけだと、実は国際協力も開発も十分でないと、はい、社会開発、教育開発、うん、そういったものも重要だということで、まあ、専門的に学べる、大学院を探していまして、うん、やっぱ日本よりも海外の方が面白いんじゃないかと。なるほど、はい、なるほど。でこうやって話を伺ってると、やっぱりかなりお若い時っていうか初期段階からまあ、今でいうその異文化コミュニケーションっていうことにつながるような関心があったっていうことですよね。そうですね、うん、本当に子供の頃から、うん、
テレビ番組でその海外の旅番組とかをよく見てまして、とにかくなんかこう自分とは異質な人々に強烈な関心を持ってたんですね。あ、なるほど。それで、それはなぜかっていうのは分からないです、うんうんうん、ただ子供の頃からやっぱそれがありまして、うんうん、あ、そうですか。そういう番組は本当によく見てましたね、うん、ご家庭がそういう環境だったとかってそういうこと？いや、もう全くないですね、はい、本当に父は公立の高校の数学教員でしたし、はいはい、特に異文化とこう直接的に出会うという機会はなかったんですね。あるとすればおばが、アメリカと日本をこう3ヶ月ごとにこう行ったり来たりしながら化粧品の販売をしていたっていうのが一つありまして、はいはい、それもただ話して聞いただけで、うん、実際私がその話を聞いたっていうことじゃなくて、うん、実際直接会って話を聞いたってわけじゃなくて、うんうん、でもそういう方が身近にいたっていうのはやっぱり影響としてはあったんじゃないでしょうかね。あ、そうかもしれないですね、うんうんうん、はい、そうですか。あ、でもそうすると、割と小さい時からのその、抱いてた関心がだん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 その膨らんでいって、現実味を帯びてきて、でしかもだんだん具体化されていくっていうか焦点が絞られてきてっていう形なんでしょうかね、うん、いや本当にそうだと思います。まあたまたま大学で取った授業で、うん、ミャンマー人の先生で、はいはい、開発経済論を英語と日本語混じりで話されている方がいて、うんうん、でその時に非常にこう興味を覚えまして、うんうん、こう非常に多言語なクラス で、うん、で内容も異文化のことで、はいはい、で国際協力だということで、なるほど、まあ、そういう形でこう焦点を絞るような、こう今思えば点というか、うん、今に至るまでの点があったというふうに、うん、はい、思います。あ、分かりました。でじゃあご経歴に関するお話は、はい、ひとまずこれで、閉じさせていただいて、はい、この後会を改めて、まずそもそも異文化コミュニケーション学っていうのはどんなものなのか、はい、今ちょっとお話しいただきましたけど、もう少しまとめてお話を伺わせてください。はい、よろしくお願いします。